ちは。こんにちは。こんばんはだね。こんばんは。うん、今日は前回に引き続きゴルフウェアのブランドを紹介したいと思います。今日はね、じゅんちゃんもね一緒に来てもらっています。やっほー。で、うん、じゅんちゃんも知ってるブランドに来たんですよ今日は。うんうんうん、わかりますよね。わかります。なんと今日はゾイに来ました。はい。イエーイ、ゾイでーす。はい。じゅんちゃんはもうすぐ、まあ、もう上がってんのかな、この時は。ハノーザンゴルフクラブかな。でゴルフ動画がもう上がっています。ぜひじゅんちゃんの YouTube ゴルフ動画も見てください。見てください。インスタグラムはじゅんアンダーバーゴルフです。です。ぜひフォローしてください。で早速今日ゾイに来たんですが、店長さんをご紹介したいと思います。みやこさん。みやこさん。みやこさん、はじめまして。どうやって呼ばれるの？みやこさんです。みやこさんです。みやこさんはですねゾイの店長を務めてもうなんだかんだ16年ぐらいかな。16年長いです。そっか、うん、そうなんですね、うん、まあ、ゴルフ歴はもっと長いけどそうなんですか。20年ぐらい。ゴルフ歴20年、ゾイの店長16年、うん、バカでしょ。あ、ゴルフバカですね、うん、間違いない。でみやこさんはですね、実は私はプライベートも何回かラウンドしてましてもうめちゃくちゃゴルフうまいです。本当にうまいです。本当にうまいです、ね、うん、もうラウンド数も驚くぐらい。数はねやってます。今年は110超えたかな。もう超えた。もう超えたんですか。超えた。やば。今年は120いっちゃいそうな。すごい。そんなゴルフ大好き店長のお店だ、ゴルフ大好きゾイの店長のみやこさんに今日はゾイの今年流行っているコーディネートをご紹介してもらいます。イエーイ、イエーイ。まあ、まずお店をねくるくる回って前回同様、その後にトップ3を紹介したいと思います。割と今年もセットアップが人気なのね。こういう上下のニットのセットアップとか。やっぱ白いいですね冬もね。いや今年はね白、あのディスプレイ見てもらうと分かるんだけど、うんうんうん、全身白とか男子もなんかこう白もちょっといいです。アイボリーかかってるから、うん、なんか寒々しくないあったかい白。なるほどね。真っ白じゃないっていうか、うんうん、白をベースに、はい、ちょっとこういうね中に白、うん、かわいい黄色とか温かみのある綺麗な色。温かみのある黄色だけどビリッとしてない感じでいいです、ね、あ、しかもフードじゃない、フードかと思ったら。で、ちょっとパーは取り外しもできるし、おお、これとかもなんか可愛いよ。それもね、可愛いよ、ほんとセットアップできると、なんかスカート丈もな短すぎなくていいですね、うん、すごい、見て見て、取り外しできる。そう、これね、ハットとか普通にニットバイザーとしてもこうやってかぶれるし、ね、ただに耳が寒ければ頭が上から可愛い。あ、似合う似合う、その色かぶれる。おお、便利。痛い痛い。大丈夫。なんか純ちゃん違うのかな、うん、でこれ単品でも使えるし、もちろんこれって可愛い。そうそう、上にもいいです。うんうん、いい可愛い可愛い可愛い。あとはやっぱハットも人気だし、さっきのあのオレンジのあ、ハットだよね、ゾイといえば。本当ハットが似合うコーディネートっていうか、その服のテイストが多い。ハットがね、私もあんまりハットで。かわいいかわいい。そう、かわいいかわいい。そう、ジュンちゃん。私ハットあんまりかぶんないんだけど。でも似合うよ。これってなんかもしかして調節もできたりするんですか。そう、調節できるじゃん。すごい。それはすごい。第3位です。最近やっぱセットアップが人気だから、はい、こういうセットアップ でしかもすごいもうあったかいやつだし、あったかい。そう、これからまだまだ3、4ヶ月寒いから動きやすいんですよね。こうそう、ストレッチも効いてるから動けるし、あったかくてプレーできるっていう、うん、で可愛いっていうのが大事、うん、なんか嫌われなさそう、どんな人でも、うん、結構なんか、うん、あーみたいな、やっちゃったか、やりすぎた、ね、結構言われるんですよ。あ、本当、そう、結構上から下に見られてなんかあーみたいな、うん、なんか若々しいわねみたいな、何かしらあの足に履いてるのはみたいな。エコーマーダメなとこもあるんですよ。あらららららら、何かしらあの新しいもの、いやねーみたいな、うん、そうだね、これだったらもうそう、どこでも、バッチリ、どこでも喜ばれそう、うん、かわいい。まあ、単品でも使えるっすね、うん、もちろん、うん、第
第3位え、なんでだよ第2位第2位でした、これこれは何オレンジのスカートとハット、うん、オレンジをね、ちょっと色を変えたのまたいいですね、うん、ね、うん、で、あえてそこを茶色で、うん、茶色でちょっと落ち着かせた大人っぽい感じ、感じです。それも腕がね使えるから、うん、もうベストは絶対、まあ、冬はマストだから。そうだね、すごく動きやすい。もうすごい伸びたよ、すごい伸びた、すごい腰似合うね、じゅんちゃん。本当、うん、似合ってます、本当に似合う、似合ってますって言っちゃったから、ね、何言っちゃった、うん、視聴者に聞いてみたコメント増えるかな、増える増える、うん、コメントくださいって言ってるとしないこれだったらね、振りやすいね、振りやすい、うん、いや、いいよ、てか本当いつもと違う、ちょっとなんかさ、後ろ姿がなんか可愛くない、可愛い、可愛い、ゴルフウェアってさ、ゴルフってさ、スコアはさ、うん、まあ大事だけど、うん、ファッションが ねだって朝一さ、まずファッション見てあ、今日いいねみたいな始まりますよね、女子もね、可愛、うん、いです、可愛いですさあ、次の服に、うん、はい、次はなんとナンバーワン、ナンバーワンを紹介します。じゃん、第1位は双子コーデです。イエーイ、リンクコーデってもいいのかな、あ、リンクコーデってもいいかも ね、うんうんうん、ポイントは宮子さんお願いします。ポイントはこれもニットのセットアップで、ニットのセーターとニットのスカート、うん、で両方ともやっぱ動きやすいし、うん、単品で着ても可愛いし、うん、動きやすい、合わせやすいですよ、ね、合わせててもすごく可愛い、ね、キラキラしてるしね、おすすめ。これサイズはちなみに下が 38M サイズです。じゅんちゃんは S サイズ、 MS で、帽子側じゃなくてバイザーがちょっとモコモコしてるのね、モコモコの、どうですか、どうですか、この色違い、かわいい、イエーイさあじゅんちゃん、こういうの着てやりたいね、一緒に狙うの、そうね、超楽しそうだね、いやもう超楽しいでしょ、ね、なんか街をさ、双子コーデ歩くのはちょっとあれだって、うん、ゴルフ場だったらできるね、うん、そうだね、そうそう、ゴルフだったら、うんうん、街のペアルかちょっとね、じゃあぜひ今度、はい、お揃いでねえ、着たいね、着たいね、そうしよう、なんとじゅんちゃん、はい、この中から一つプレゼントが選べます、え、選べる、しかも選べるの、え、嘘、すごくない、どれがいい、え、どれがいいかな、あ、まあね、これ、これからね、冬にね、あったかいからいいと思う、これから着るのに、そうだよね、では決まりました、はい、今回のプレゼントはこちらです、こちらです、じゃん、じゃん、じゃあじゅんちゃんもちょっと羽織ってみて、はい、じゃあ着てみます、なんかふさふさ、あ、なんかやっぱあれで高級感出る出てるやっぱ出る、これね、この服ね、高級感出る、どう、女子力高い、女性って感じ、かわいい、はい、今回はゾイの店舗に来ました、どうでしたか皆さん、ありがとうございます、ありがとうございました、みやこさん今度一緒にラウンドしましょうよそうね、ぜひあのリンゴルフの YouTube の本体の方の撮影、うん、実は頑張ります結構18ホールの前哨と一人でやるのって大変だよね、あれなんですけど、みやこさんには一人でやってもらいたい、何言ってんの皆さんにみやこさんのファッションとゴルフのスイング、うん、ぜひ交互期待です、はい、楽しみにしててください、見せらんない、はい、まだまだね、たくさん商品がいっぱいあるので、うん、ぜひ店舗に足を運んでみてください、よろしくお願いします、お願いします、バイバーイ、じゃあねー